デカールを貼っていきたいと思います。まずガンダムデカール、そしてグッドマークデカールというところですね。透明の余白部分が剥がせるというのがポイントの明日のデカールというそうです。こちらの商品もレビューしてみたいと思います。